まずはライオンズの先発トガメがメットライフドームのマウンドに上がります。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね、はい、そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている今宮。トガメ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー戸上、そしてキャッチャーは柘植。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。打ちました、セカンド取った、アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の柳田。ツーアウトランナーありません。この回の戸上、3球でツーアウトまで来ました。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。低めの変化球です。これはどうだ、外崎、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。